腹減ってきたな。腹減ったな。お前何時で？今もう昼や。飯の時間やわ。もうそんな時間か。うん。なんかあったっけ、冷蔵庫。いや、なんかあったかな。ちょっと微妙やな。買い出し行ってねえしな。でね。ああ、うまい棒しかないか。そっかな。まあ取ってくるわ俺、サービーけど。うん、いつもの頼むわ。じゃあ行ってくるわ。頼もう。まあ待っといて。うん、気をつけてな。うん。ここがよう取れねってな。この辺のポイントやな。じゃあ買いまったよ。あーし、よっしゃ、やっぱ俺のポイント通りやわ。ちょうど二人分取れたぞ。しゃー、きたきた。それでは早速調理させていただきます。じゃあ早速今回なんですけど、レンが取ってきたこの150キロの巨大なマグロ、これを早速さばいていく。じゃあ早速まずは頭から落としていく。この頭ね、めちゃめちゃでかいんでね、こんなでかいの一人じゃ食べきれないので、隣の人にお裾分けしていきたいと思います。ちょっと頭舐めてみましょうか。あ、繊維っぽい、筋がすごい。やっぱ皮で取ってきたからね。早速じゃあ3枚におろしていく。硬い、やっぱでかいな、でかい。全然切れない、全然。あー、でかい。で、ようやく半分切れたんで、ここからさらにさばいていく。ここちょっと注意してくださいね、トゲあるんで。トゲは非常に危ないんで先に取っちゃって。でもこれも食べれるんでね、後からしっかり煮込んで、ね、食べていきたいと思います。しっかりと皮を剥いでいく、さばいていく、さばいていく、もっとさばいていく、さばいている、今、さばいている、さばけている、しっかりとさばいていく、さばいていく、苦玉もさばいていく、皮を剥いでいく、しっかりとさばいていく。ここ今重要な工程なんですけど、さばいていく、尻尾も落としていく。しっかりと落とせたんで、まあこれはあまりにもでかいんで、お隣さんにお裾分けしていきたいと思います。骨が結構危ないんでね、これは食べられんよ、これ。これは食べられんよ、これ。これ。これ。さばいていく！いや、マグロ難しいな、やっぱり。今回は、刺身で食べていこうかなと思うんで、食べやすいサイズに、さばいていく！さば！さ！さばいていく。そういえば1匹目のお腹の中見るの忘れてたんで、ちょっと今回これ何食ってんのか10回確認してみたいと思います。うわっ、くっさ、腐ってるわこれ、くっさ。え、ちょっと待って、この中身、え、カブトムシ、え、ちょっと待ってくださいよ、魚ってカブトムシ食べる？
じゃあもう一回ちゃんと見ていきたいと思います。カブトムシ？え？カブトムシ？え？カブトムシ？さばいていく。じゃあさばき終わったので早速盛り付けていく。それではね、早速食べていこうと思います。やっぱお刺身はね、醤油なんで醤油でいただきたいと思います。じゃあ、いただきます。これはなんて言ったらいいんですかね。筋っぽいですね、やっぱり。くっそくっさいっすわ。とりあえず川で取れた魚やし仕方ないやろ、まあよう取れたね。まあでも美味しいな、普通に。普通にうまい。安定にくせえな。いや、いい昼飯やな、これ。まあこれ昼からも頑張れるな。赤子やないか、これ。